今日はですね、このエーペックスパック今200あるので、これ100パックね引いてみるという、まあただ100個引くだけなんですけど、動画を撮ってみたいと思います。で、まあ基本的にはただエーペックスパックを楽しむという配信というか動画なんですけど、まあ、どうせならね、この確率レア以上のアイテムが 100%、 スーパーレア以上のアイテム 24.8%、 レジェンダリーアイテムが 7.4%、 でかつ30パックごとにレジェンダリーアイテム1個以上が確定で出るっていう、この確率もね最後に、まあ、集計して、本当にこれ合っとるんかなっていうのを見ていきたいなとも思ってます。で、100個引いた上で、まだ私このスーパーレジェンドシャード1個も獲得できていないんですけど、これも取れたら嬉しいなぁなんて思いながら、今回は100連続エーペックスパックを引いていきたいと思います。では早速ねやっていきましょう。1回目、まあまあまあそんなね、いきなり当たらんよね。まあまあスキン悪くないね。まあまあまあそりゃそうだわな、ノーマルとレア。まあ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 そうやんね。はい、どんどん行こう。まあまあまあ今んとこ気になるようないいもん。おお、出た。何、モザンビーク。まあ装備するわ。やっと1個出ましたね。次行こう。なるほどなるほど。紫って何て言うんでしたっけ。紫結構出ないもんですね。まあまあそんな感じやね。なかなか渋いね。あ、まあスキンはね結構欲しいっていうのはあるよね。ウィングマンのレジェンダリー欲しいな。まあまあまあ、はいはいはい。OK。あ、スキンね。なんかシェアが多くないか。あ、ウィングマンでもレア、ゴースティックね。来た。何が来るか。あ、取り手、これいいね、装備しよう。ナイス、ジブラルタール。まあまあですな。あ、今回は早いよ、レジェンダリーの来るペースが。いや、ホロスプレーか。まあ悪くないか。ね、ミラージュのホロスプレーでしたね。あ、一応装備しとくか。はい、行きましょう。なかなかむずいですね。ガンガン当たりはしないね。あと紫エピックやっけ、それが全然出ないですね。出た、やっと出たよエピック。あー、武器スキンが良かったな。はいはいはい、なるほど。なるほどなるほど。シアのトラッカーとかスキンが多い気がする。
単純視野のそれを持ってないからですかね。あ、出た視野、視野やよねこれね。違う、視野じゃないかな。装備して一応25個終わった時点でレジェンダリー4個ぐらい出たんじゃないかな。意外に確率は悪くないか。まあ後で計算しよう。うんうん、なるほど。オルタネーターのレジェンダリーとか欲しいな。持ってない。はいはいはい、なるほど。お、エピック出た。あー、まあ悪くないね。オロスプレイもまあいや使わんけどね。お、エピック出始めたね。最初の20個ぐらい全くやったのに。何これ、今これはレアってことだよね。買いとくか。まあまあかな。はいはいはい、はいはいはい、なるほどね。あー、なるほどね。まあ、レイスのスキン、はい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 、今だいたい35個引いて、あ、5個目じゃない。 7.4% ってことは10分の1ぐらいのはずやけどね。結構確率はええんじゃないかな。あれに書いてあるよりも全然当たるんじゃない。スキンはね、悪くないね。エピックの方が出づらい気がするよね、紫。エピックの確率っていうのは何パーセントなのね。レア、まあ、やっぱね、普通にノーマル、コモン忘れたけど、レアの方が多いね。はい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 、やっぱ視野が多いな、スキン。バナーね、カー SMG ね、バンガロールとヒューズね。なるほどなるほど。セリフ系はね、正直あんまり興味がないな。あ、ガソジー出たね。あと4個で150円で50個。はい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 。あ、出た、レジェンダリー。何や、 G7？あー、ちょっと好みじゃないかな。でもまあ出たね。うん、なるほど。 OK、 今50個引いて2分の1なんですけど、だいたいレジェンダリー6個かな。考えると 10% 以上は出てるで、まあ、運がいいだけかもしれんけど、あれよりも出るんじゃないかって感じしますね。ただスーパーレジェンダリーシャードが出やんね。あれ何個に1個か忘れたけど、出てほしいな。まあ残り半分も行こうか。そんな簡単には出られんぞと。うん、はいはい、いいね。パスファインダー好きよ。ロングボーね。あとはセリフ。はい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 、なるほどね。またスピットファイヤーか。真ん中がスピットファイヤーのセリフ、さっきもなかった。やっぱなかなか渋いね。あの確率を上回って出るってことはやっぱなさそうなんかな。うん、一瞬赤いのがさ、スーパーレジェンダリーシャード出るんじゃないかって気分をちょっと上げてきて下げてくるような。あ、エピック来たね。うー、クラフトメタルか。これ一番がっかりするな。やんないんか、バンガロールね。なるほど。何、バグったんやけど、なんで。はい、バグりました。はい、なんかね、バグっちゃって最後出たんかな、何かわからんかったのがちょっと腑に落ちないんですけど、続きをやっていきましょう。その時にスーパーレジェンダリーシャードが出とったとかだと喜べなくて悔しいよな。まあ、武器スキンはまあ悪くないよね。
いね、いいね。ええやん、ええやん。あ、出た。急に出るな。何？バナーフレームか。俺バナーフレームあんまり嬉しくないな。嫌いじゃないけどな。あの、もっと好きに出てほしいな。あー、トラッカーはね、あんまり好みじゃないんですよね。期待ピックや。あー、このスプレーね、悪くないね。このキャラクター、ワットソンがいいね。来たね、レジェンダリー。シア。シアですか。現在オリジナルついてるし、これにするか。視野が多いのよ。お、おお、連続エピックも出たし。ガッツおじい。まあどうせ出たんやで、血の渇望ってやつがどんなやつかわからんけど、ブラックハートにしとくか。で、アホロスプレーもまあまあ、このスプレーはいいんじゃない？ヒューズね。アッシュのスキン欲しいね。全然出会えへんけど、アッシュ出してくれんかな。レジェンダリーとかアッシュが欲しいところですな。なるほど。なるほど。お、エピック来たね。あ、悪くない。エピック？何これ。あ、エモート？エモートか。エモートは悪くないな。ねえねえ、エモート欲しいわ。ちなみに気づけば3分の、あ、違う、4分の3終わっとるな。あと残り20ってことはもう完全に夢中やったわ。はいはいはい。地味にいいんじゃない？今金つけてるな。でも、まあ、とりあえず悪くないよね。おお。いや、スーパーレジェンダリーシャードは出なそうやな。やっぱむずいね。天井があるっていう話やったと思うけどな。はいはいはい。宝石棒ね。ここで残り10個出るか出やんか、ちょっと行ってみましょうね。さあ行ってみようか。来い来い。1個目は良くないぞ。おお、残り8個。ここに来てもこの感じ。いやー、5個引いてこれか。マッシュのスキンはええけど、あ、これ5個。お、レジェンダリー来たね。でもこれラストのレジェンダリーになりそうじゃない？バナーフレームか。ワットソン悪くないけど、かっこいいけど、あと4個のエピック。チャムか、あと3個。渋い。
ラストワン出てくれ。おお、エピックに出たけど、やっぱそうやな、スーパーレジェンダリーシャードは出やんよな。バーナーポーズか、悪くないけどね。あとエバーチのスキン、なるほど、まあ、100個引いてみたけど、やっぱりスーパーレジェンダリーシャードは出ずって感じですね。はい、という感じでいかがだったでしょうか。まあこんな感じで100個引いても、まあこんな感じだよっていう、こんな感じなのが伝えられたんじゃないかなと思います。まあ、結果としてはね、確率はこんな感じで出しておきます。まあ、レジェンダリーそこそこ出たしね、えそんなに確率間違ってることも上振れることもないって感じだったんじゃないかな。ただまあスーパーレジェンダリーシャードは出ず、まあ、7.4% ってことは7個以上出てれば、まあ、まあある程度ね良かったんじゃないかなって感じやから、7個以上は出た気がする。ただスーパーレア以上のアイテムが25個も出たかなって感じですね。まああくまでこれパーセンテージなんで、この通りになるってわけじゃないにしても、まあ一種の一つのいい検証になったのではないでしょうか。という感じで、これで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。では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 。